本日は「万津」「万津」「ひと月」「ふた月」「1か月です、ね」が複数形になった時のこの「months っていうのがすこぶる言いづらいというお話が、まあ、英語界隈にはいつもありましてですねこれからもう逃げなくていい方法というのをですね一緒に遊んでみようと思いまして本日このトピック持ってまいりました。でこれ 私たちがマン,ズッツ,マンズッツっていう時に、言いづらい理由っていうのがいくつかあるんですけど、本日はですね。マンズッツを言うための二つのポイントをご紹介したいと思います。一つ目は、ベロの真ん中をリラックスさせること。まあまあ聞いてください。そして、二つ目は、息をたくさん吐くことです。力が入ってるとね、音が詰まっちゃうっていうのがあるんですよ。で、マンズッツ。 とかうーんク h e ズとかあの辺の THS っていうコンボですねこの辺になってくると一生懸命発音しようとすればするほど沼にはまるというかですねどつぼにはまるという状況が起きます何でかっていうと TH の音も S の音も息がねこっから流れ続けてないと音が出ない子たちなんですよなので って言った時のこの「のポイントというのはとにかく常にここから息が出続けて止まらないっていうのを保つためにいろいろするという方向性での話になってきます。でねじゃあ具体的にどうするかっていうとですねまず TH の音を作ってベロをリラックスさせるというのをまずやってみたいと思います。<laughs> TH のの音っていうのは意外とシンプルで ベロがありまして上の歯がありましたらベロと上の歯の間から息を押し出します。だからここ噛んじゃダメでってやったら全然音が出なくなってしまうので上の歯とベロの隙間に風を通す。実際どれぐらい風通ってるかっていうとぐらいの感じになります。で この TH の音がまず長く出せるようにしたいっていうのがリラックスの第一歩ですなんでかっていうとここここがうまくリラックスしてないと風がね通り抜けることができないんですよだからうんと5ぐらい数えても TH が TH のまま発音できるかというのをまず、えっと、練習してみましょういきますよせーの。 これぐらいしっかり TH が多分ね今ね TH ってやってもらうとですねズズズズってあの何ていうんですかねエンストを起こしそうなこう車のエンジンみたいにですねここがガタ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 って揺れてらっしゃる方いるんじゃないかと思うんですなのでつ h ってやる前にですねまずはこの TH の風が常に通るというところを練習してみてくださいまし。ででとりあえず GO できたら 3, 3ぐらい3ぐらいまでできたらですねなんとなく安定してきたかなと思って次のステップ行ってみてくださいこちらがステップ1になりますでさっき言ってたベロをこうリラックスさせるっていうのだから1番のベロをリラックスさせるの、えっと、第1ステップでしたで第2ステップ行きたいんですけど、えっと、今このの息を安定させたんですけど th の音の発音をしながらですねチューッと意識していただきたいのがベロのの真ん中のところなんですなんでベロの真ん中のところっていうかっていうと今ねこれから何がしたいかっていうとっッてなってるやつをこのベロじゃう,うまくいかないなっッてなってるやつをちょっとこうこういう感じかな。 ここで息が通ってる状態から後ろにシュって下げなきゃいけないんですよ。ほんでね口を開けたまま実際のベロがどんな感じになるかっていうとこうやって今お見せします。だから TH の時って下の歯の上にピョーイとこう。 ベロが乗っかってる感じになるんですけど、th 発音してる時って、ががががが、ここからやっかいや、横一ショってしたいんですよ。うん。で、今すごい横からできるだけ見ていただきやすいようにクってなってますけれども、ここの場所から ベロがあんまりこう「頑張らなくちゃ!」って言ってピョイってこう立ち上がってしまわないようにしたままこうやってねシュッて <laughs> 下顎に収めてあげたいんですよ。でどうして「つ」が言いづらいかっていうとここの th の音上顎もくっつけてみると th の音からよく こう一緒っていう風にした時にここで全部息が止まっちゃうんですよねここでねなんか息が出なくなっちゃうんですどうなんかベロって筋肉なので頑張んなきゃって言って th の音頑張らなきゃって言って頑張るモードになっちゃってるもう完全にこうベロがファイティングポーズを取ってしまってよいしょっていうふうにカチカチっていうふうになってしまってですねさっき言ってたのところに必要な息の流れが確保できなくなっちゃうんですねなのでなのでというふうにリラックスして この th の音が長く出せるようになったら、一気にじゃなくて、ゆっくり、最初ちょっと変な音してます。正確な音が出ないかもしれないです。なんですけど、ここから、よいしょ、あんまり、 上の歯のこと考えないでもうなんか椅子にこうやってリラックスして座ってる状態でで今座ってるのからデローンってなる <laughs> 今座ってるところからデローンってなるっていうような感じでベロをギュッてしないというのが THS を発音する時のベロポイント2になります。 だから結局まあベロのとこでポイント2つで息のところでポイント1つだから3つになってるんですかねというやり方になっています。でこのベロの動きが本当はねこの上の顎と下の顎はそんなに広がってないのでこの子ちょっとあんまりまあでもねこれぐらいの方が英語の発音するときにちょっと上の歯と下の歯空いてるぐらいの方が発音しやすいのでこの感じでいきますけどこのベロが。 これがいいな。この一生懸命やらずにただこれ下の顎に乗っかってるだけの th を後ろにひょいって下げるだけっていう感じでやってみるとですね徐々に徐々にベロの真ん中のところが 今多分ねこうやってぴょこってなってると思うんですけど徐々に徐々にねこの辺がね平らになってくる感じがあるかもしれません。つ。かやかがか,かんが部屋、TH のところから変わってただぴょいって動くだけなんですけどこれをねゆっくりやれるようになってくると徐々にこのマンツマンツマンツ。 というですね、ずっとここに息が通ったまま th の音から。 S, S の音にというですすね移行がスムーズになりますでベロをリラックスさせたら最後は息のお話なんですけどどんなに一生懸命ここをコントロールしたところでここを通る息の流れが少なかったら、えっと、TH の音だの S の音だのがですね途切れてしまうのでとにかくたくさん息を吸っていただいてだからさっき12345って TH の音数えてみましたけど5とか10とかいくぐらいのテンションで息たくさんいって。 息はたくさん吸っていただいて、この辺は軽くゆっくり動かすっていう、この力加減がですね、とっても大事になります。なので、息を吸って柔らかめに、フツ、マンフツ、マンフツ、マンフツ、フツ、クロー s とかあと THS って何でしょうねまあ大体この2つぐらいであとはなんとか逃げられるんじゃないかなと思いますけれどもですねこの ths ポイントは最終的には3つになりましたねベロをベロをテローンとリラックスさせておくことで ただだ後ろに引っっ張るだけっていうイメージで真ん中がこうポコって起きてしまわないようにすることそして息をたくさん吸っていただくことというこの3点を意識してまずはまずはすごくゆっくりリラックスして練習してみていただくとですね徐々に でできるるようにななってくるのではいいかと思いますでこのベロのリラックス感ってよしリラックスするぞって言ってシュッてリラックスするというよりもじり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 リラックスしていくものなのでそれこそ発音チューニング体操をしていただいたりですとかちょっとずつベロの動きを確認するまあ来月のねセミナーとかでもやりますけどみたいなことをじりじりと繰り返しているうちにですね知らないうちにできちゃってるといいなというような感覚でやっていただければいいんじゃないでしょうかぜひぜひお試しくださいませ。 ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をお願いします